ちは。こんにちは。さあ、いろいろね、20章の話とか、まあいろいろ織り交ぜていきますけど、はいはい、タイトルを数々取ってきてるよね。まあ例えば最多勝、防御率、勝率だとか、うん、まあいろいろな賞があるじゃない。一番何がやっぱこう嬉しかったの、エースとして。まあやっぱり最多勝ですね。ああ、やっぱ勝ちなんだ。うん、防御率も分かるんですよ、うん、そのピッチャーとして点を取られてないっていうことは、まあ、能力の高さというか、うん、はもちろん認めるんですけど、でも、まあ、例えば自分が1点に抑えてても 1-0 で負けることがあるわけですね。そうするとチームの手には全く貢献してないわけですよね。でも勝ちっていうのは全くっていうのは負けじゃないですか、負けじゃないです。でも10点取られたって11対10で勝ちゃ、自分が勝ちが次はチームが絶対勝ってるわけだからっていう風な思いにやっぱりだんだん変わりました。最初リリーフやってる時は防御率だよ、打たれて点数取られてないのはいいピッチャーだよってずっと僕思ってましたけど、だんだんそのローテーションに入ってそうやってずっとやっていくうちに、いや、 やっぱり勝ち越したって思うようになりました。それはやっぱりエースの自覚っていうことかな。まあそうなんでしょうね。まあそれはやっぱりチームを勝たすというのが一番だというになったと思いますね。三振にこだわりはなかった。あ、そんななかったです。でもやっぱ対戦していく、だん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 斉藤正樹っていうのがエースに育ってきて、相手のチームもやっぱ警戒するわけじゃない、はい、で左をずらっと並べられた時ってあると思うんだけど、はい、その時よくサイドとかアンダースローって左に弱いとか言われる、はい、その時に工夫したことってあるんですか。ある程度成績を出してからはそんなに気にならなかったですけど、やっぱり若い頃っていうのは、うん、左バッターにやっぱりもちろん打たれることがすごく多くて、その対策として、まあ、王冠の時にも散々言われたのが、シンカーなんですよ。あのシンカーを投げなさい、覚えなさいっていうことを散々言われて、まあ、あの程度だったんですけど。でもシンカーってほとんど投げなかったんですね。そうなんです。だからあんまり信用してないんです。あ、自分が、はい、自信がないから。いや、ほぼまっすぐカーブだったね、うん、だけどまあ、やっぱり若いうちは、まあ、コントロールもそんなに良くなかったですから、まあ、どうしても、まあ、左バッターがいっぱい対戦すれば当然打たれるのも左バッターなんで、それは当たり前なんですけど、まあ、ね、でも王さんにはそういう風に映ったと思うんですよね、うん、だからこいつ、まあ、一番理想なのは高津とか塩崎とかあの辺のああいうすごく抜けるグーンっていう、まあ、緩急だよね。そういうあれを理想にしてたんですけど、結局それは投げられず、でじゃあどうしたらちょっとでも遅くで緩急がつけられるんだっていうところで、まあ、ちょっと僕ちょっと開いてこう握ってギャッて振ってもなるべく球速が出ないようにはしてたんですけど、まあ、結局腕もやっぱ緩みますし、こうギャッて抜こうとすればですね、だからそういうので、まあ、あんまり信用したボールではもう最後までなかったです。だからほぼまっすぐカーブで投げ切ったということだよね、はいはい、ピッチャーでさ、ピッチングコーチでさ、よくコントロールが大事だっていう人と、はい、とにかくコントロールは二の次で腕を振れっていう人がいるよ、はい、腕を振ったボールの方がいいと、うん、コントロールを意識して置きに行くような感じだったら腕振れって言うじゃない、うんうん、どっちのタイプだった？あ、僕がですか、うん、僕やっぱ最初はもう重くすぐ腕振れタイプですよね。そうだよね、はい、だあんまりコントロールとか意識してないよね。そうですね、真ん中から散ってきゃいいっていうような感じだったはい、ちょっとまあ情けないですけど、でもそういう感じですね最初はね。最初はでもそれで勝てたわけでしょ。え、それで勝てたわけでしょ。まあそうですね、まあ、だからカーブなんかもえっと重くすぐ腕振るとクソボールでも振るわけですよ、うん、それをヒューってこうストライクを取りに行ったりするとカーンってやられたりするんで、そういう意味はまっすぐよりも腕を振るイメージで変化球っていうような、うん、そういうのはありましたね。でも若い頃からある程度もうエースに育った時まで対戦してるわけだけど、最初ってカーブってバンと正樹が投げたら
外で止まる感覚はあったんだよね、なかなか来ない。でも途中からはカーブがシュッと曲がってくるようになった。だからいやらしさがなくなったとかさ、でもボールの力は増してきてるんだけどね。そういう感覚って投げててあった？まあ、やっぱり最初はやっぱりそれ最初言ったようにすごく大きく曲がったんですよね、でそれを大きく曲げようと、要するに、まあ、右バッターだったらもうそれこそインカーブじゃないですけど、バッターに当たるぐらいにギューって投げて、フッてこうフッて避けさせて、っていうのがちょっとこう、外まで曲がるっていうイメージ、そういうなんかそういうのに喜びをちょっと感じているところがあったんですよね。こういっぱい曲げることに関して、でもそうするとなかなか今度コントロールっていうところを考えると大きすぎて狙いがこうやっぱりつけにくいわけですよ。調子によってまたその日によって違ったりもするわけなんで、だからそうなるとちょっとこう狙ってちょっと曲がり幅を狭くしたりっていうところをいろいろ考えたりはしたんですね。それはなくしたわけじゃなくて、まあ、あのいろいろ、まあ、それは逆にだからだんだん、あのいろいろやっていくうちに、まあ、やっぱりもうちょっとコントロールっていうところに僕になってくるわけじゃないですか。なるほどね。そういう変化はありましたね。だから特に左バッターのインサイドのところに入れるのがやっぱ大きいとぶつけるじゃないですか、でもうちょっとじゃこっちとなると甘く入ったりとかするじゃないですか。だからちょっとちっちゃめでちっちゃめにここに投げるっていうのをちょっとこうやったりもしました、でもあんまりうまくいかなかったですけどね。いや、なんで途中からカーブが小さくなったのかなっていうのは、はい、俺あでも、まあ、あとは、まあ、でもだあとはだんだん普通に曲がんなくなっていったってこともあります。それもあるね。ありますあります、もちろんあります。でもこれ見るとさ180試合してて96敗しかしてないんだよね。これ勝てるコツって何だろう。まあ例えばさ、ピッチャーって他力本願的なところがある、やっぱ打ってくれないんだよ、はい、でものすごい人がいいよね人いや、ものすごく愛されるキャラだよね。あ、そうですか。なんかね、俺あの聞いたのは風呂場でね、先輩方が入ってたらそのスリッパが乱雑に乱れてると、それを一つ一つこうやって丁寧に直していったのが斉藤正樹だっていうそういう話を聞いてるわけですよ。やったことありますよ。あれはそれはでも、まあ、若かったから若いやつはやっぱりそうやってやるのは、でも若いやつでもやらないやついるじゃん。まあ、いますね。いるでしょ。います、ね、でもそういう一つ一つの行動がやっぱあいつのために打ってやろうとか、そういうことに繋がったのかなと思うんだけど。そうなんですかね。まあ、それはだって僕が思うことじゃないから分かりませんけど。でも人が良くないと野手は打ってくれないと思わない。こいつのためにこいつが投げたら勝たさなきゃいけないっていうの。まあでもそういうふうに思ってもらえるようになるってことが大事だと思いますけど。やっぱ大事でしょ。やっぱ大事だと思う。そのじゃあこいついいや、こいつ嫌だよって言われるよりは。まあそれはそうだよね。でもまあ意識してやったわけではないと思うけど、はいはい、でもそういうことがやっぱこういう数字にも現れてるっていうふうに思う瞬間ってある、まあ、ありますね。やっぱある、まあ、やっぱり、まあ、だんだんそのチーム の, その主力になっていけば当然、まあ、今のジャイアンツでいうと菅野みたいな感じになれば、こいつが投げた時はこう負けられないっていうのがあるじゃないですか、でそうなるとやっぱり野手の人もね、まあ、打つようになるでしょうし、まあ、そういうことですよね。まあ、そういうふうに、はい、でも防御率もさ、これだけ投げてきて2点台なんだよね。 2.7 なんだね。これ何をこう終始で見たときに何を評価してる、ね、まあ、全部評価してますけど僕こんなこと一番嬉しいのはこれって、ね、だからやっぱり負けがちの少なさで勝率ですよね。やっぱ勝率か、うん、勝率僕だから2000投球回以上の歴代の先輩方入れてですよ。3番目ですか。1位は誰？1位は、藤本秀夫さんから。もうそういう感じですか。あ、でも平成に入って20勝2年連続したのは1人しかいないんだよね。そうですね。でもこれから20勝投手がまあマー君が出たけど、あ、そうです。まあその後、まあ斉藤和美とか井川とか、まあ、1年は出てるんですよ、まあ、上原もそうですよね、上原もそうですけど、
でもなかなか2年連続っていうのはないですね。なんか嬉しそうだね、喋ってて。そこ誇れるね、やっぱり。すごいよね、でもね。いや、たださ、この時のジャイアンツって、プレッシャーが半端じゃなかったじゃない。やっぱやってて、他のチームとのプレッシャーっていうのは、やっぱジャイアンツってこう特別なものがあったと思うんだよね。やっぱ、全試合勝たなきゃいけないみたいな、その風潮の中でやってた感じがするし、いつも満員だし。いや、だから、まあ、それがプレッシャーって言われればそうかもしれませんけど、でも今思うとですよ、テレビも毎日やってもらって、今の地上波でですよね。でしかもお客さんいつも満員っていう考えると、いい時に野球やったなって、まあ、確かにね、確かに思うけど、これは最高ですよ。そでも負けると言われるわけ。まあそうですね。でもそれよりもやっぱり楽しみの方が大きかったですね。なるほどね、いい時代でしたね。はい、はい、最高です。